続きをやってまいりましょう。前回ですね、劉備を滅ぼしました。しかし我々は劉備を逃がしました。またかかってくるがいい。この劉備がどこに行ったかまだ行方は知れず、そして劉備を倒した効果、そこになんとですね、あの孫策の敵を討たんと三部隊孫権軍が踊り込んできた。劉表軍に何とかしてもらおうと思ったが、虫のいい話、退却していくではないか。これは何とかしないと効果が落ちてしまう。そして曹操、序南にしつこく攻めてくる。こいつこういう性格だったのか、弱みを見せると攻めてくる。さあ今回は大変だ。この防壁とかそういうことをする前に敵が来てしまっている。どうなってしまうか。早速進めて参りましょう。曹操は引きますね。引くならよし。あとはこの孫権軍か。お、バシバシ捉えてますね。今回来ない。関与。来ないな。劉備のやつ全然来ないんだけど。劉備の捕虜。で、進んでますね。これまずいですね、これね。このまま多分勝利を取りますね。で、ここに、どっしり構えている。で、火罠をなんとか作りまして、もう一部隊ぐらいでここをなんとか取っていきたいなとは思うんですが。おっと、こっちか。勝利を取る方の動き。見せていく。なかなか来ないですね、これじゃあ。ご利用しで来るかと思ったんですけど。さあ、このまま勝利を取るようですね。この後どう行くか。で、効果には2万とりあえず入りました。耐えられるかどうか。効果から1万9000出しました。平坦切れるかどうか。いや、戻っていく?そんなバカな。おっと、恩恵を取りました。そして、オレン来ない。なかなか来ない。ここは切れないか?もういいよ。もう誰がやられてもええんじゃ。切れればええんじゃ。最後勝てばよい。長弦を返してほしい。虫の良い話は嫌いじゃ。され。増税だ、増税。損礼やられる。やられてもいい。さて、そこからどう動くのか。鵜飼取れない。ベジック。取れない。孫権。全然取れねえな、これ。これ、普通の在野なんだけど。おかしいだろ。得がなさすぎる。あと1マス残っちゃったな、これ。踏まれるよ、これ、絶対。1マスは。さらに、技法をかける部隊を、出しましたが、どうでしょう。一応この時点では平坦は切れてる。ただ大指示は進んでくるでしょう。本当に取れない。在野武将が取れない。ここ割り込んでくるかな。どうか。長弦ですね。出世92まで下がっております。といよ。来ないか。え、ファリア。うわー、これ、技法かかってるんだけど、平坦が切れないっていう、逆に。で、新章停止。95、95。んといよ。来ないか。ソーダ持ってるな、一人。停止か。これ欲しいな。次は、周隊に技法をかけます。これでも、下手打つと、太子寺と合流されちゃうんですけど、うまくいくかどうか。挑発かけたよ。ダメだよ、挑発かけたら。大丈夫かな?あいつやられるな、市議。おっと、停止来た。いいぞ、いいぞ。停止って、さっき捉えた孫権の捕虜じゃん。最高だよ。長弦は来ないか。長弦ちょっと親愛見た方がいいかもしんない。修正下がってますけどね。孫権とか全然取れねえな。ちょっと劉備どこに行ったか見ましょうか。
備蓄もダメ。劉備一派全然取れない。劉備ですね、まず。劉表か。お前、劉表に身を寄せた。あんだけ劉表に攻められたのに。身を寄せたか、同族か、やっぱり。同族のよしみか。関羽も劉表か。これはそうきたか。これは劉表と、あれだな。てか、劉表が死んだらワンチャン劉備また継ぐのあるぞ、これ。やだな、そうなったら。また敵復活するじゃん、これ。それは困るな。寛平も劉表。みんな劉表行ったか。まあまあまあ、隣ですからね。孫権に行くか劉表に行くかしかない。これは劉表を大幅にパワーアップかもしれない。今結んでるからいいけど。そしてここですね。この効果の守り。どうなるか。あ、両方技法が入りましたね。入ったのはいいけども。そして前獣、双剣。どうでしょう。一本釣りあるかもしれない。太陽ダメ。前獣、あ、来ない。塩漬けにしとけ。水気が抜ければ、そのうち、干上がる。いや、水気が抜けるから干上がるんだろうな。芝生。で、平坦切れてます。結構兵は減ったけど。ここはもう、突っ切って平坦を切りに行きました。もう、綺麗な平坦切りができません。で、どうしよっかな。これ、主君は、もうこれ、テイフを攻めましょう。てか、もう港を取り返してもらいましょう。曹操がほんとすごいちょっかい出してくる。やだな、これ。全然こっちはやるつもりないんですけど。おっと、オーレン入った。びっくりした。急に入った。まあ、やっていけばなんとか入りますね。さあ、そして効果です。もう、この、か弱い武将たちで。集隊ですね。襲っていきます。勝てるかどうか、一応混乱はしておりますので、勝ちたいところですが。五国隊捕らえました。五国隊無理やろ、母ちゃんだもん。親愛劉備なんだ、五国隊って。じゃあ、孫権のおばか。おばに当たるんだ。おばはん。おばはんならいけるかな。ほよ。いけねえよな。捕虜。何でも捕虜にすりゃいいんじゃ。よし、集隊やれ。あ、武を取りました。あと、太子寺の退治がなかなか難しそうだな、後々。備蓄取れた、これは大きい。おっと、風海、来ましたね。あと、2、3人かな、劉備の捕虜。なかなか取れないですよ、しかし。よっしゅ、竹葉。いいぞ。あとは、大使寺がいき、いや、テーフか。テーフ長考も勝てない。ここ来たか。まさか、兵器で一騎打ちになっていくとは、重さ。きついなぁ。一応ね、武器持たした気がするんですけどね、チョー君。元がね、重さは無理やろ。負け。これはどうしようかな。もう一回かけられちゃうともう終わりですから、撤退かな。お、長剣入った。やべえ、これはもう、うちではエースですよ、長剣は。芝生逃げた。ついに劉備の捕虜が逃げる始末。ご報告いたします。これ、曹操がこれ、全力来てる気がするんですけど、こっちに。これ、全力で、ジョナンに絞ってますよね、これ。これはちょっときついですね、これ。まあ、兵器が何台来てもいいんですけど。で、一方はですね、これ、効果の戦争が終われば、再走いけるんじゃないかっていう未来が見える。あんまり、どうだろう、2万ぐらいかな、兵数。
S2 万ぐらいで、再装って輸送入れるの時間かかりますんで、これね、狙っちゃおうと思って5からまた2万ちょっとロコに回してます。これ再装取れば大きいですよ。もう孫権がこれ川に出てね、なんか、でかい顔しないんで、ほんと再装取られたのが運の月っていう感じでしたね。やっぱいっぱい出してくるなぁ。これおかしいぞ。はよ来ない。なんだこれ。いや、巨匠に入るんだったらいいけど、やっぱ違うな。これやばいな。出るね。いや、これは輸送か。巨匠1万3000。序南は1万2000の状態。前樹来ない。中世90。新章来ない。中世90。創建中世87来ない。なかなかもう、あれだな、85以下じゃないと来ないし、在野も来ない。さあ、入ってきますね。そして、テーフがまた一騎打ち。何なんだ、こいつ。味しめやがって。緩急交代、テーフ。うわ、これは意味、無理だ。切られるかな。今、ちょい飛ばないけども。まあ、無理でしょ。はい。また式上げられた。ああ、捕まっちゃって、これ。もったいないな、これは。あ、序なんですね。防衛です。一本道で来ますね、これ。これ逆に何にも置かないと、一本道で来てくれるからいいかもしれない。3回しないから。高村同士の死亡しまして、高村公、寛陽が逃げる。寛陽なかなか来てくれないんですよね。僕がゲームやってると。最早に流氷軍結構向かってるんで、序南守れさえすれば、いい調子でいけると思うんですが、序南をもし破られるなんてことがあると、結構きつい展開ですね。深夜と、こっちか、呪春か、が危なくなる感じでしょうか。部隊数がとにかく多いし、多分増援も来るんで、なんとかしたいですね。お、孫権入った。で、孫権は入らない。うわぁ、ここ、なんてわざわざ噛みついてきたんだ。退却出してますけど。なんか広がってきたな。まっすぐ食うかと思ったら、もうちょっとまっすぐ行かせちゃえばよかったのか。五国対全獣を返してほしい。これ返してもいいな。下がってるは下がってるんですけど、中世。でも今8月中でしたよね。今8月だからやめよう。9月下がると思うんで。なかなか女キャラとかはね、逃げませんからね。なかなか。巨匠2000。いやらしいな。またちょっとずつ出して止めてきやがる。あ、違う。輸送だった。また恥かかせよって。学信孫保。なんでこれ引けてないの？なんでこれ？退却が効いてないんだけど。またやられるよ、このパターンか。一騎打ちやられるパターン回だ。くそー。ダメだ。飛ばそう。いやー、学信ちょうだいよ、じゃあ。あれ？取られたんじゃない？ふざけんなよ。これさ、だいたい、序南に入れようとしてたんだよ、これ、そもそもが。何それ一発で積もられてんだよ。いやー、やばいな、これ。目の前はなんとか、守れてますけど、今のところ。これどうなる？どうなる？あ、孫権逃げられた。で、ここはまあ、賊が穴開けたところ。流氷軍遅いなぁ。まあ、でも、再装行かせちゃいましょう。僕はこれ、落ちないと見た。流氷では。だって、太子寺とか普通にいるもん、あそこ。うん、そして、序南の守りですね。ちょっとずつ、平坦を切ろうと。おっと、全獣が来た。いいぞ。新章。来ない。
やっておりますが、退却の動きなのかどうなのか。俺、この序南戦争が終わったら、再走攻めるんだ。死亡フラグ。やばい。綺麗が観光に一騎打ちを仕掛けて大丈夫かい？勝てるのか、おい。80、おー、余裕じゃないか。俺はもう気持ちよく勝ってくれるんだろ？気持ちよく勝ってないんだよ、このシリーズ。89の武力なんかあんただけなんだよ、頼むよ。おいおいおい。おい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 。すっきりしねえな。まあ、勝ったは勝ったけど。こんなんばっかだ。観光にはなんとか勝てそう。あ、チョコ、賊にやられた。なんてこった。賊にやられてしまう。でもこれまだ諦めてないね。ちょっと待って待って待って、これ。左から、学習入ってくるよ、これ。どういうことなんだ、これは。城自体には来ないけど、なんだろう。こっちの方には来るのかな？すごい活発。え？これもしかして、結んだりはしていない。さすが。さすが、呂布さん。でも呂布さん、やられている。牧羊を襲ったのに。そして、出しましょうか。露光から出陣だ。もうすでに効果から2万出している。酵素。酵素ですよ。皆さん。酵素が透析マシン。なんとですね。酵素は透析の、あれ持ってないかな、あれ持ってない、酵素も持ってないのかよ。なんで魔法持ってないの、マジかよ。じゃあ、もう、それで言ったら正直もう、孫霊の方が多分いいですよ。まあ、あんま変わんないですけどね、孫霊も。同じ魔法を持ってないメンツで言ったら。まあ、酵素はね、眼光を持ってるんで、ゴリ押しができますけども。酵素も透析いっちゃうか、これ。危ないかな。兵器2発。危ないか。やめとくか。じゃ、眼光で行って、この、乱射ら、あ、これ、城に効かねえのかよ、しかも、お前。使えねえ。まあ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 。9000ぐらいにして、雷白にも持たして。ほんと、雷白とかがもう貴重だもん。どういうプレイだよ、ほんと。ほんとさ。劉備滅亡させてんのに、雷白貴重なプレイですよ、今。大変ですよ。さあ、そして突っ込むんだ。これはもう、アーバーをアクーに突っ込む、この連邦軍みたいなもんだ、これ。やられるばっかりだ。あ、また2500とか出してる。これ何これ、これ何なんこれ。五国隊入んないな。応援持ってるんですけどね。よし、観光撃破。いいぞ。あとはこの兵器をやっちゃって。兵器逃げる。逃がすな。あ、五国隊逃げんのかよ。逃がすな。いや、まあ、これもう逃げるんだったら、ちょっと追うのやめましょう。深追いするべからず。再走、もう決着がつきました。蜘蛛の子散らして逃げてます。なんなんこの弱さ。流氷のこの、消極的な攻め。これはちょっと大嘘だな。で、こっちもなんかいつの間にか、いつの間にかって多分行ったんですよ、これ。一ターンで集体出てきちゃってますね。これも参ったな。これ退却ができないから多分このままやられちゃう。やられちゃうなぁ。とりあえず負を全部取ってですね。もう輸送は封鎖の状態に持っていきましょう、再走は。うわぁ、ちょこちょこちょ。これ本当に、曹操の AI すごいな。ちょこ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 出してくる。いや、このね、断続的にちょこちょこがほんと使える。新章来ないな。これなんかあんのかな？もう一段階下がるまで待ってみますか。ほんと、昆陽とかさ、急に取るようになってきたし。環境光逃げてきた。よかった。
で、一つちょっとバグが出ちゃったんですけど、この絵。この賊がピタリと動きを止めてずっといるんですよ。ただしですね、ここの治安は上がり続けてるんで、それでも、賊が荒らしてる判定になってないっぽいんですよね、今のところは。普通にね、多分商業のところも上がってますし。なので、ちょっとほっといてみようかなという感じですね。輸送を出すときに気をつければ、まあなんとかなるかなという感じで。治安さえ上げちゃえば、賊出ないんで、やっていこうかと思います。さて、このターンはですね、ここら辺、取っていきながら、最初には近づいていきます。で、最初から何も出ない。おっと、取れた。よし、これで捕虜全部取れましたね。でも全部で、何、10人も取れなかったような、なんか体感では。やっぱり、スターが取れてない。やたら分換。8割分換。そんなイメージ。そして、少量のところ、ちょっと土塁作ります。うん。まっすぐ来るのはいいんですけど、呂布のなんかあれだな、絵って、これ、花の刑事にちょっと似てますね。画風がね。今更。ま、ここは固めていこうというところですね。ここは本当なんかやたら取ってくるんで、取ってくるところを取らせたくない。で、チンの周りもちょっと、土塁やっておこうかなと。いう感じですね。で、北もなんとなく固めていく。という風にちょっと行きたいと思います。お、今頃。お、長春が来た。ああ、芝居とまだ、婚姻前だ。なんか、嬉しいのかどうなのか。割とうちの中ではメジャー選手だけど、武漢をよこせって言ってんだから、文漢はいらねえって言ってんだ。うわ、最初出まくってるな。何こっち来るのこれ。来ちゃいます？いや、勘弁してほしいな。来なくていいんだけどな。うわ、動いてる。そうそう動いたし、最初さらに4000。これ、何がしたい？攻めるつもりかな？攻めるのはいいよ。うわー。とりあえず退却指示にしたんで大した傷は負いませんでしたけど。すごいなぁ。早いんだよ、老戦は。各所より報告です。最初包囲作戦ですけども、結構難しいですね。ちょっと、やっぱり、ここ強すぎるわ。我々には。で、武将を取らないと、ダメなんです。あー、環境庫取られた。武将取りますけど、これは難しいな。大指示、周囲出てきた。ご報告いたします。さあ、そして、あと2ターンぐらいかな。2ターンか3ターン。で、何章を取る。この何章と、ここ、武将。何章武将。で、多陽光。で、宝卓光。いや、宝卓光取らなくてもいけるか。包囲占領出せそうな気がするんですよね。だ、ここがね、鍵なんですよ。ここの兵数が少ない。最初8500。これはなんなんだ？パラパラだ。あ、攻める準備だ。いいぞ、いいぞ。攻める準備しろ。あー、なんだこれ。いや、でもこっちは大丈夫。こっちは大丈夫。いや、武将取れるかな、これ。で、多分ね、周隊がですね、こっち行くかと思ったら、これ、下降庫取るね。まあ、効果この状態だから、差し違える気かな。これ今だな。これ、退却指示なんですけど、今乗っちゃおう、これ。乗っちゃって、中にいるのが、あ、全然いないじゃん。この退指示、停府、周遊か。ここと対決っすね。よし、ここは勝負。最早に寄せてるのに最早を開けた。孫権軍。しかしここは周遊、大志寺、などなど。名選手ばっかり。うちは名選手いない。どうなんだ、武将取るのか？取りますよね。武将を取りつつ戻る。こっちは宝卓庫を取った。
で、こっちは族っていうか三越ですね。もう踏んだらけったらです。三越まで出始めました。三越、あ、そうか、できないんだ。一回敵視になっちゃったらもうずっと敵視ですね。で、武将に見えました。おい、占領。押せるかな、このメンツで。このまま効果攻めるかな、これ。行くんかい。まあこれ、仮に落とされてもいいか。再走落としちゃうと効果なんかあってもしょうがないですからね。さあ、再走出てくるかどうか。出てくれば、勝ち筋がもしかしたら、あ、出てこないんだ。勝ち筋が遠のいた。いや、これでどうなる？平坦切れるかな？切れると思いますけどね。戻ろうとしてる。多分これ、平坦切れるの分かってる。よし、来た。おりふり。神戸を垂れぬか。尼崎。よーし。平坦バチコリ切れましたけども。いやー、これなかなか倒す。舞台がこれしかないのか。とりあえず、乗り込んでこれをやっとこう。あと、集隊は、厳しいな。それでは、再走ですね。方位に向かいますけど。どうなるか、出てこない。出てこないってある。この状態出てこれない。とりあえず、陣作ります。時間合わせに陣を作る。で、兵器は、後ろにいます。いやー、これいけるけど？どうなんだろう。いや、絶対出てくるよ、これは。さあ、このターンですね、再走攻撃です。2部隊出てきましたね。周遊、そして、テーフですね。再走8000を切っている。で、こちらはこんな感じで勝てるのかな？まあ、いい勝負か。いい勝負っすね。あ、さすがにいい勝負だ。バフ取り上げられれば、結構いい勝負になる。あとは先方をちゃんと出してくれればですかね。うん。いいぞ。いいぞ、いいぞ。周遊やったけど、周遊はあれ退却だな、多分。さあ、円印がロコで馬領、いいぞ。馬領、一番知力いいかな、もしかして。ダメ。ロコに出たとは、馬領が。テーフはいいとこ挟まってますね。魚鱗の間に挟まってるんで、そう簡単には魚鱗をやられない。まあ、テーフ硬いですけどね。あの呪文はね。あ、来た来た来た。ハイエナが動き出した。遅いよ遅いよ、ハイエナが。ハイエナ絶対間に合わないですね。もう我々が潰れてるかどっちかだ。さあ、投石、尊礼が入りました。テーフはなんとかこれ倒せそうですね、さすがに。あとは、うちの眼光がちょっと持たないかな。バリオ。ダメ。コブ。で、戦車がまた戦車の城かよ、ここ。行くとこ全部戦車じゃねえか。まあ、全部は言い過ぎた。ごめん。また持っちゃった。さて、これはね、長元がいいとこいる。長元がいいとこいるんだけど、補佐、効くやつちょっと、ずらしてあげないといけませんね。あ、難しい、このシリーズでございます。同盟を制限しております。うん、曹操対、そうですね、長老、そして劉表の感じになってきました。で、曹操は北に向かっている。この感じで行くとですね、また劉表が巨匠失敗すると思うんで、次は序南から巨匠という、これ忙しいね。こっちちょっと防壁作ったと思ったらすぐ戦争になっちゃうね、こちらね、攻めるになっちゃう。防壁いらなくなっちゃうんですよ。さあ、どうだ。再走が耐久半分、半分。孫礼の投石、まだ1万5000残っている。これはいけたんじゃないか？バレオ来ない。ここで来ないを挟んでくる。よし、落ちた。周囲は？周囲。周囲退避時。あ、周囲は来ない。いや、周囲もわかんないですよね。孫策だったら来ないけど。あ、これで三越とあれか。できるのか。
周遊いないか？いないのか？テーフがいるな。テーフは孫権周遊郊外関東って言ったら無理だろ、これ。これ引き抜けないだろ。法隆なんか来そうだな。うん、だからそのレベルはもういいんだって。もう、テーフぐらいメジャーなやつよこせよ。もう、テーフだってメジャーの中でもちょっといぶし銀な方よ、これでも。ほんと、もう、バリャ城を取っても取っても、スーパースターが取れない。やっとレベル2に上がりました。妙理です。一番使えない部類のやつ。ほんと難しい。これは。さあ、このままですね。もうセオリーから言っちゃうと孫権潰した方がいいんですけど、孫権結構強いです。実は。ええ。あの、兵力結構あります。建安、会計足して、10万もないけどっていう感じですかね。輸送入れてるんでこれわかんないですけどね。9万7000でしょ？あんま変わんないですよ、だから、こっちと。で、我々が再装を取ったことによって、これで高価、露光、そうですね、兼業。ここら辺は全部安全都市。これをぼちぼち行きましょうと。ね、劉表が攻めに入っているんだ。巨匠を取りに行きましょうというところですが、曹操はですね、非常に傭兵がうまい。このちょっとずつちょっとずつ、この必要なだけですね、痛い武将を入れてくる。そういう AI ですね。曹操は非常に巧みだと思いますね。最強だと思います。で、建物とか全然作んないですよね。罠も作んない。よくわかんない。これで罠とか作るタイプだったら本当にダメだったんですけど。というところで我々は10万。呂布さんずっと何やってました？これ。今日は。ちょっと動いてましたね。また失敗してたけど。ちょっと勢いなくなってきましたね。なんか、これ主人公ですよ。呂布さん、このシナリオ。で、曹操も一向に都市が増えない。もう行っても行ってもこんなに遠征に失敗する曹操も珍しいんではないでしょうか。全く河北に行けない。相手は袁紹だけなのに。まあ逆に袁紹だけになったから袁家が一枚岩になったのかもしれない。そして劉表ですね。劉表26万。またまた膨らみましたね。で、劉備、関羽を取り込んでますんで戦力アップです。さあ次回どうなるでしょうか。こうご期待よろしくお願いいたします。